本項目では、クロアチアのイスラム教について記述する。オスマン帝国時代に伝来し、現在では総人口の約1.5%が信仰。国内のイスラム系住民は国家により公式に認知されている。15世紀から19世紀にかけて、トルコ系のオスマン帝国が、クロアチアの一部を征服すると、文明の痕跡を深く残すこととなる。 捕虜やデブシルメ制度を通じてイスラム教に改修したクロアチア人は無数によりヨーロッパ側のオスマン帝国最西端の国境はクロアチア人の土地となることが確定した。1519年、クロアチアはレオ10世によりキリスト教の防御者と呼ばれるに至った。オスマン帝国における高官の歴史的名称の多くはクロアチア人が起源となっていることを表している。例えば、 ベリマフムードパシャや、デュステムパシャ、ピアールパシャらの、ヒルワートや、フルバトとは、クロアート人を意味するクロアチア語の名称である。なお、この時代、クロアート人や、セルブ人といった語をめぐっては、混乱が少なからずあり、クロアート人は、南スラブ地域出身者を指したものであった。1553年、ローマカトリック教会枢機卿のアントゥン・ブランチュチや、外交官のフランジョザイが、 オスマン帝国と和平条約の締結に向け話し合うべく、ハンガリー王国の施設としてイスタンブールを来訪した。両者がリュステム・パッシャと儀礼的な挨拶を行っている最中、通訳とトルコ語で交わされた会話は突如中断を余儀なくされた。リュステム・パッシャが両者ともクロアチア語を話せるかどうかを尋ねたためである。 通訳は、その後お役御免となり、交渉の全過程がクロアチア語で行われてゆく。旅行家で作家のマルコ・エーピガフェッタは、ロンドンで観光した辞書、イティネラリオの中で、コンスタンティノープルでは、帝国のほぼ全ての交換、特に軍人が理解する言語である、クロアチア語を話すのが習慣となっていると言わしめている。現在のクロアチア共和国の領域では、 ムスリムが1931年の国勢調査で初めて認知される。人数自体は4000人程度しかいなかったものの、1239人がザグレブに居住した。第二次世界大戦期のザグレブのイスラム教法典、解説者はイスメット・ムフティーチであった。1945年パルチザンにより処刑された。クロアチア人民共和国時代における登録したムスリムの数は、 以下の通りである。ムスリム系住民は1960年代、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国内の一民族として、母主逆人と認知されることを指示した。1974年ユーゴスラビア憲法では、ムスリムを一民族として正式に認知しているため、宗教的な背景とは別に、ムスリム人という分類を受け入れることとなる。例えば、 連邦首相を務めたドジェマル・ビジェディッチは、ムスリムでありながら無信論者であった。ムスリム人という新たな分類の導入により、自らをムスリムと名乗る者の数が、以下の通り急増している。1931年から1961年までの国勢調査の間に記録された数に基づくと、自らを、クロアート人か、南スラブ人と名乗るムスリムが、 かなりの数に上ったと言えるかもしれない。ユーゴスラビア崩壊以後、ボスニア紛争中やその後に発生した、ボスニア系ムスリムの流入により、ムスリムの数が増え続けていく。2001年にクロアチアが行った国勢調査によると、総人口の1.3%以下の民族集団はムスリムと推定されている。クロアチア国内にあるムスリムの礼拝所。2011年の データでは、総計62,977人のムスリムがいるが、以下の民族集団に分かれている、ザグレブモスク市とザグレブには、オスマン帝国時代には一つもなかったものの、ヨーロッパ最大のモスクの一つがある。ディエカに2013年5月、新たなモスクが誕生した。ムスリム系住民は、教くや施策にもモスクを建設する予定という、ありがとうございます。